今回はですね、西成の、すぐ隣の、浪速区の恵比寿っていうところに、ですね、真淵生活館っていう、まあ、元アパートやった廃墟があるんですよ。南海本線の難波駅の次の今宮恵比寿の駅を降りてちょっと歩いたところなんですけど、まあ、ご覧の通りね、このプレートに書かれてます。大阪市立って書かれて、真淵生活館って書かれてるんで、まあ、要は大阪、市が建てた建物なんですけど、ですね、本来はこれは簡易宿泊所ですか？ねえとですね、まあその、生活する場所が、ないところの人のために、ですね、簡易生活、宿泊所として建てられたんですけど、まあ実質はね、ずっと住み着いている人が多かったんで、アパートとして利用されてたみたいな感じなんですよね。ほんで、ですね、ご覧の通り、もう相当老朽化してるんですけど、この建物は1962年に、建てられた建物で、当時はですね、この周りは、ですね、まだ戦争が終わって、何年経つねや。まあ、10年か20年ぐらいで、まあ、ごちゃごちゃごちゃっとしたバラック小屋とかがこの周辺は建てたらしいんですけど、そこに、生活環境を改善しましょうみたいなんで、この真淵生活館っていうのが、建てられたわけなんですよね。場所としてはこの辺ですか。新世界の、南海本線側に行った方ですね。そこにあるわけなんですけど。で、この建物がですね、ですね、2018年の3月、つまりまあ私が今撮影した時なんですけどに、ですね、工事業者が入って、で、この建物を解体することになったんですよね。ですね、このアパート、一番多い時で1000人ぐらいの人が生活してたんですけど、2010年ね、その時にアパートの運営が終わったんです。その時最後には70人ぐらいの人が残ってたらしいんですけど、まあ、その人たちがどこに行ったのか知らないですけどね。まあ、とにかく2010年に、ですね、アパートとしての、運営が終わって廃墟になってた建物を、2018年の3月に、撤去作業が始まったわけで、で、その、真淵生活館を、撤去して何を始めるかと言いますと、まあ、ご覧いただいている写真であります通り、まあ、平べったいなんか大きな建物と、大きな駐車場が真ん中ら辺に映ってるじゃないですか。これを建てるんですよね。この建物は、南海電鉄と株式会社 AIM っていう、会社が共同で運営するらしいんですけど、なんちゅうんですかね、外国人向けのハローワークみたいな、施設らしいんですよ。で、これが中身なんですけどね。1階部分がなんか知らんけど、これ人通りがいっぱいになってますけど、ここはね、カフェになってるんですよね。コーヒーとか飲むカフェというかレストランね。で、このカフェとかレストランで、なんつうんですかね、外国人が接客の練習をするんですって、いまいち意味がようわからないんですけど、外国人がここで接客の練習をして、つまりね、この外国人向けのハローワークですか、外国人に仕事を斡旋しますよっていうのは、大阪の街の中とかでもそうですけど、コンビニとか、そのマクドナルドとか、吉野家とか、王将とか、そういうなんて外国人のアルバイトの人がいっぱい働いてはるやないですか。そういう人たちが、つまりサービス業が日本人があんまなりたがらへんてんで、じゃあ外国人にやってもらいましょうということで、こうやってね、外国人に仕事を斡旋する施設を、作りますっていう感じらしいんですよ。ですね、ほんで、まあ、この動画はですね、この動画はまあそのさっきの真淵生活館の周辺をまあうろついてるわけなんですけど、この辺りはですね、難波や新世界や、日本橋や西成とは違って、まあなんちゅうんですかね、そんな、繁華街ってことはないんですよね。だから、美味しい食べ物屋があったり、なんか珍しいもの売ってる店があったりとか、そういう面白い店は別に、あるわけじゃなくて、まあ、人通りもね、そんなに多くないですわ。まあ、だから生活する場所ですよね。まあ、だから住宅街というか生活する場所なんですわ。で、この辺りはですね、まあ、生活する場所といっても別に一戸建ての、
住宅が建ってるわけではなしに、アパートがたくさん建ってます。ですね、前回、西成周辺のアパート事情を説明しますよ、みたいな動画を作ったんですが、その中で、そのあたりの、アパート運営の大手で、大住グループっていうのがありますって、紹介したんですけど、そのね、大住グループのアパートが、このあたりね、改めて見ると、そこいら中にありましたわ。第1大住アパート、第2大住アパート、大住白百合荘、大住青葉荘とか、まあなんか、そんないろんな名前の、付けられてるんですけど、まあ、だからこのあたりのアパート、もうほとんど全部大住関係ちゃうんか、みたいなノリですわ。あ、ほんでこれ、マムジ生活会館が映ってるんですけどね。だからこれ、今は、南海電鉄の、高架を背中にして見てるんですけどね。南海電鉄沿いで、そうですね、電車の音がちょっとガタンゴトンとうるさいけど、まあでも、住むのに支障があるような話ではないでしょうね。じゃなくて、そんなことはどうでもいいや。ですね、さっきのその新しくできる、外国人向けのハローワークですか。まあ、就職を外国人に斡旋しますよという施設なんですけどね。その他にも、外国人向けのゲストハウスですか。まあ、それこそ西成と同じで、旅行客が泊まりたいっていう需要が多いんで、そのゲストハウスの機能も一緒につけますし、あとですね、駐車場が広い目やったでしょ。あれは、最近、難波とか、まあ、でんでんタウンの大通りとかで、外国人が乗ってる観光バスが、路肩に乗り付けて、外国人観光客を降ろしてるやないですか。で、あれはちょっとね、そんな公共の道でそんなよろしくないやろうということで、観光バス専用の発着場みたいなのを作るらしいんですよね。さっきの大きな駐車場でね。そのために利用するらしいんですわ。あ、ほんでね、ですね、なんですか、外国人労働者ですか？それがね、今ね、大阪市が発表してるので、大阪市内で6万人ぐらいの外国人の人が、働いてるらしいんですよ。でもね、こういう、なんですかね、政府とか役所が発表する資料っていうのはもう怪しいもんです。だって失業率かって、ニートの数かって実際はもっとおるわけやないですか。で、少ない目で言ってるわけで。まあ、だからなんですか、外国人の働いてる人も多分ね、それより、その6万人よりもずっと多いんでしょうけど、まあ、とりあえずそれぐらいの人が、今が、その大阪市内で働いてて。でね、どうでしょうね、テレビとかで、今人手不足が問題になってますとかよう言うやないですか。でもそれは人手不足で問題になるっていうのは、それは金持ちの人にとって問題なわけでしょ？安くこき使えるやつがいいひんから俺らが困ってるんやって社長さんとかね。まあ、はっきり言うと、テレビ局とか新聞とかそういうマスコミの人かって、要はあれは金持ちやないですか。だから金持ちの視点から見て人手不足が問題やって言うてるけど、うちらからすれば、あれでしょ？今人手不足やから、ぜひうちで働いてください、みたいなんで、アルバイトの時給とかも上がってるし、これで仕事買って探そうと思っても、昔やったらそんなちょっとなんですか？ちょっと無職期間があったり、ニートやってたり、年取ってて30代、40代やったりしたら、お前なんてくんなボケみたいなやったけど、今やったら、ああ、ぜひ来てください。うちで働いてください。みたいな感じです。仕事がめっちゃ見つけやすくなってるじゃないですか。つまり我々にとっては人手不足っていうのはいいことなんですよ。いいことでしょ？それをですよ。で、人手が足りなくなってから、ほんだら外国から、人を入れて、人手不足を解消しましょう、みたいな。そんなことやられたらね、正直言って、それは私らからすれば迷惑ですよ。ね、金持ちにとってはそれはその方が都合がいいんでしょうけどね。まあ、それは外国人も日本で働いてお金儲けたいよっていう気持ちはわかるんですけどね。気持ちはわかるけど、ね、オラが迷惑するのは嫌なんですよね。オラが損するのは嫌なんですよ。知らんけど。まあそういうわけでして。まあでもこれも時代の流れなんでしょうね。まあ外国人はだから観光にも来るし、仕事をするために移民もしてくると。まあでもしょうがないっちゃしょうがないんでしょうね。なんだかんだ言って、日本人接客業もしたからへんし、まあ接客業うんぬんというよりももう若いもんの数が少なくなって、
ってますから、そういうね、仕事、そら人手不足になるのも仕方はないんですよね。だからまあ、確かにね、私みたいにその、あまり外国人観光客じゃねえわ。外国人が入ってくるのはあんまり良くないなと思ってる人もいるでしょうけど、でもまあ、誰が反対しようが、まあね、普通に、外国人の数が日本も増えていくんでしょうねっていう、まあ、それ話関係ないですけど、とりあえずね、そういう感じで、まぶち生活館ですか。なかなかね、味のある廃墟で私もチャンスがあったら入ってみたかったな、なんて思ってるんですけどね。思ってたんですけど、まあ、この度取り壊されてしまうらしくて、ちょっと残念なんですけど、そういうわけで、動画に収めて、記録に残しておきました。ほんじゃまた。